お願いします。お願いします。永田選手は昨年はレンタルで、はい、で今年から完全移籍というようになりましたけど、やっぱりこうレンタルの時と、まあ、完全になった今年っていうのはちょっとこう気持ちの変化だったりとかあったりするんですか？いや、そうですね、まあ、レンタルの時ももちろん全力でチームのためにやってるのは変わらないですけど、まあ、本当に完全移籍になったっていうことで、まあ、本当に、昨年以上に、チームの、まあ、この年齢もそうですけど中心となってやっていかなきゃいけないなとは思ってます。今年齢の話も出たけど、上から2番目、今です。まあそういったところも含めて、はい、新しくこう、まあ、こうやってチームの中でやっていこうとか、なんか心境の変化みたいなのはありますか？そうですね、まあ、本当に2番目っていうのは自分の中でも初めてのことなので、ベテランの領域に入ってきたところで、まあこう何か発する、言葉で発するのもそうですけど、まあ、自分が練習の中から全力で取り組むことを、まあ、こう自分の中で、まあ、後輩に、年下の選手に見せていけたらなと思ってます。で、今開幕から3試合、まあ、勝ちがない状態ですけど、どうですかチームの雰囲気は？雰囲気はいいですけど、まあ、でもなかなか本当に勝ててないってことで、まあ、みんな選手一人一人どこかもどかしい気持ちだったりっていうのはあると思うんですけど、まあ、でもやり続けなきゃいけないっていうか、まあ、この何かを変えるわけじゃなくて、まあ、自分たちのもっと精度を上げて、まあ、勝負にこだわってやっていこうっていうのはチームは前向きに進んでると思います。僕自身去年永田選手と一緒にプレーして、まあ、今年は外から、プレー見てて、やっぱりこうポゼッションが得意だなと、ビルドアップのところだったりもそうですし、まあ、フォワードに当てるところっていうのが永田選手の強みかなと思ってるんですけど、まあ、そういったポゼッションの時に意識することだったり、まあ、そういうのはありますか？そうですね、まあ、でも相手ありきなんで、やっぱサッカーはこう相手のポジションだったり、味方のポジションのこの距離感っていうのは常に大事にしているところがあります。その中で今のこうチームの中で手応えというのは感じてますか？そうですね、徐々に良くなってるかなと思います。やっぱ最初の試合だったりキャンプの時だったっていうのは、まあ、なかなかやっぱみんな初めての選手も多かったので、こう距離感だったり、まあ、みんなの特徴もまだ分かってない状況だったので、まあ、少しこう何ですかね、やりづらさっていうのはあったと思うんですけど、徐々に本当にこう3試合を終えて良くなってきてると思います。その中で、前節はゴール、前々節はアシストと、まあ結果だけ見るとすごく、いいスタートが切れてるのかなと思うんですけど、そこら辺の手応えを感じてますか？そうですね、まあ、自分自身はその手応え感じてなくて、まあ、チーム勝ってないっていうのもそうなんですけど、まあ、前節のゴールは本当に先制点で、まあ、こう自分がモヤモヤしているところもあったので、こう吹っ切れたところはあったと思うんですけど、なかなか勝ちきれないっていうのが今の現状なので、まあ、そこをやっぱり自分たちチームで見つめ直して、まあ、やっていけたらなと思います。まあ、そのゴール、アシスト、まあ、前節のゴールもジンからのサイドバックからのクロスに、まあ、永田選手左のサイドバックですけど、まあ、ペナルティエールのど真ん中で、合わせるゴールなかなかないと思うんですけど、まあ、この年齢になって選手としてのこう幅も広がってきているのかなと思うんですけど、そこら辺はどうですか？そうですね、まあ、なかなかあそこまで入ってくることはこの、はい、なくて、まあ、このチームだからこそのこの良さなのかなと思ってますし、まあ、そういうところで、こういうチームで僕がプレーできてるっていうのはすごい選手として、まあ、一サッカー選手としていいことかなと思います。今後さらに
永田選手としてこう成長していくためにどういうことをこう意識して、まあ、選手像だったり、まあ、将来もっとこういう風になりたいみたいなことはありますか？そうですね、まあ、個人としては、よりクレバーにやっていきたいなと思ってて、まあ、チームの、この今 の, その試合90分ある中で守らなきゃいけないところだったりこう締めなきゃいけないところっていうところも出てくると思うので、そういうのをこうプレーで考えて示していける選手になっていきたいなと思ってます。まあ、次節J3 で圧倒した秋田ですけど、まあ、非常に、まあ、スタイル的にもやりにくい相手だと思いますけど、まあ、次節に向けて意気込みをお願いします。そうですね、自分たちの北九州らしさっていうのを前面に出して、まあ、本当に勝ちが今一番必要な時期なので絶対勝ちたいと思います。応援よろしくお願いします。まあ、次、ホーム初勝利、期待してるので頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。